落農学園大学は、北海道江別市文京大緑町582番地に本部を置く日本の私立大学である。1960年に設置された。大学の略称は、落農大、落農。1933年に創設された、北海道落農技術を起源とする。創立者は、日本の落農業の発展と北海道の開発に貢献し、 日本落農の父や北海道開拓の父と呼ばれた黒沢鳥蔵である。単独の私立大学のものとしては日本最大のキャンパスを持つ。獣医師を養成するための獣医学科を持つ全国17大学の一つである。なお、落農学園大学では獣医学部獣医学科とは言われず、獣医学群獣医学類と言われている。また食と健康学類の管理栄養士コースは、 管理栄養士養成施設の一つでもある。獣医学に関する研究機関でもあり、大学敷地内には、酪農学園大学附属動物医療センターがある。獣医学類は6年生であり、それ以外の学類は4年生である。キリスト教を、見学の理念の一つとしている大学で、福音書の神を愛し、隣人を愛すことを最も重要な教えとする、イエスキリストの言葉に、 土を愛するを加えた三愛精神を掲げている。また、楽能学園大学のもう一つの見学の精神、健やかな大地が健康な人々を育む、剣道県民の理念は、このキリスト教的な二つの精神に土を愛する生き方を融合させた、この大学の特質を明瞭に表している。剣道県民は創立者である、黒沢鳥蔵の造語である。 毎週火曜日午前10時40分12時10分、黒沢記念行動で礼拝が行われている。教育は主に動物を扱うことが多く、農業大学の中でも、落農や獣医療に特化した大学である。各学類共通で1年生の時に、見学言論を学ぶ。見学言論では、創立者の黒沢取造による、学園創立までの歴史や、 見学の理念と思想を知るとともに、落農学園大学の時代的使命でもある、農賞、食料生産、生命、環境問題、国際協力等の概要について理解を深める。また、見学の理念を根幹に持ち、様々な分野で活躍している、卒業生を講師に招き、見学の理念がどのように実践されているかを学ぶ。それらを通して、 見学の精神として掲げる三愛精神や剣道県,県民の意味を理解し、学生自らが落農学園大学で学ぶ意義と方向性を見出し、将来活躍する社会人としての素養を身につけることを目的とする。2011年度からこれまでの学部体制を廃止し、二学軍後学類体制に大きく改変された。 農食環境学群循環農学類では人と自然が共生し物質やエネルギーが循環するシステムを作る循環農法を基本思想に生産から経営、経済まで農産業のすべてを学ぶ IT 牛舎、農場、畑、放牧地などがある広大なキャンパスを活かし実践的な学びを展開している講義に加え土、作物、 牛に触れる多彩な実習カリキュラムを用意している。学外の様々な人や機関と密接に連携し、新たな視点を身につける。学外に出て、現場を知ることによって、将来、生産者や研究者、企業人になった時の実践力を培う。3年時からの専門教育では、酪農学、畜産学、農学、及び農業経済学の4コースに分かれて、 知識と技術を学ぶ。乳牛や肉牛、豚、鳥、羊、馬などの家畜に関する使用、生態機能、生殖整理、畑作、稲作などの農業生産、さらにはそうした、酪農産業に関連する市場や流通などの経済学を学び、教員免許、家畜人口を受精士、食品衛生責任者などの資格が取得可能となっている。 食と健康学類では安心安全な食品の製造、加工、流通から健康までの教育、研究を行う。食品全般を理解するため土から育てた作物が人の体の中で変化するまで一連の流れを体験しながら学ぶ。例えば、一年時には作物栽培や家畜に触れる農業実習で生産現場を体験する。点三年時には 様々な食材の加工などの実習をする。4年時は学内外で専門を研究する。食は安全性やアレルギーの問題、食料自給率の低下、高齢者向けの食品開発の必要性など様々な課題があり、今後も注目される学問分野である。食品に関する栄養性、製造原理、企画開発、市場流通、 さらに健康を維持するための知識、技術を学び、教員免許、栄養士、食品衛生管理者、フードスペシャリストなどの資格が取得可能となっている。環境共生学類では、地球環境、社会環境の諸問題を科学的に解明し解決する方法を探る。野生の動植物に対して、一つの生命として向き合い、すべての自然のつながりを理解する学びを行う。 4年間を通して様々なフィールドでの実習、実験、練習を取り入れた実学教育を展開し、複雑な生態系を肌で理解する。情報解析など現場で役立つ実践的なノウハウを身につけ、自然と人が調和、共生する社会の形成に貢献できる人材を育成する。自然環境、野生動物管理、外来生物対策、狩猟、気象、 エネルギー、地理情報システムといったことに関する知識や技術を学び、教員免許、気象予報士、公害防止管理者、生物分類技能検定、ビオトープ管理士、歯科捕獲認証、飼料免許などの資格が取得可能となっている。獣医学軍家畜動物や伴侶動物の疾病についての診断、治療、発症過程、予防に関する知識や技術を学ぶ。 獣医師、狂犬病予防院、土地区検査院、薬事監視員などの資格が取得可能となっている。獣医師をサポートするとともに、インフォームドコンセントなど飼い主と獣医師との信頼関係を構築する重要な架け橋としての動物看護師を養成する。獣医療の進歩やペットの多様化などによって、動物看護師にはより高度な技術や知識が求められている。また、 基礎研究や公衆衛生などの分野でも活躍が期待されているため、1.2年時には獣医学類と同様の専門基礎教育を受け、基礎的なスキルを身につけた上で専門性を深めていく。さらに、付属動物医療センターでの実習、犬たちの毎日の世話などを通じて実践力を養う、動物看護師などの資格が取得可能となっている。 大学院級組織体制短期大学部、落農学園大学短期大学部は2011年度より学生募集を停止している。付属機関学内の標識札幌市近郊にあり、札幌市の中心部からは30分ほどで行くことができる。江別市の大学、高校、教育研究施設などが立地している文教大を呼び、その周辺地域の良好な環境を保護する。 文京地区に立地している。落農という言葉を大学の名に関している通り、キャンパスは農作地や放牧地が多くを占め、緑あふれる風景が広がっている。この風景は、第16回江別市都市景観賞の特別部門にも選ばれている。キャンパスの大きさは、本学キャンパスだけでも135ヘクタール、東京ディズニーランドと東京ディズニーシーと USJ を合わせた 広さに値する大きさである。最寄りの駅から入り口まで徒歩5から10分となっているが、キャンパスが広いため目的の建物に到着するには、皿徒歩10分ほどの時間がかかる。のっぽろ若葉町側の入り口からは徒歩15分ほどかかる。JR バスが国道12号線沿いを走っており、大学校内には有鉄バスが走っている。キャンパス内へは、 一般人は自由に立ち入ることが可能で、犬の散歩をしたり、近所の子供たちが遊んでいたりする光景が見られる。また、キャンパス内に、有鉄バスの停留所も存在する。ただし、牛舎などの飼育施設は、衛生免上の問題から一般人は立ち入り禁止となっている。車の通行は20キロを上限とし、夜間は安全上、付属動物医療センターの入り口からしか出入りが、 できないよう通行規制が行われている。大学が、のっぽろ森林公園に隣接していることもあって、キャンパス内では、エゾシカ、エゾリスやアカゲラ、キタキツネなどの野生動物が普通に観察できる。2011年4月からは、教職員、学生、外来者すべてを対象として、学園敷地内が全面禁煙になっている。大学中央館3階から5階にある。 休館日は日曜日祝日、大学規定の休日1984年に建設。入り口の外と中に黒沢鳥像の銅像がある。内部は2階建てで、礼拝や講演会などで使用されることがほとんどである。自然のサイクルや環境を壊すことなく、持続的に資源を利用できるシステム作りを目指すのが、楽農学園大学が掲げる循環農法であり、 その理念を最新の情報技術やバイオテクノロジーを使って体現しているのが学園内にある牛舎でインテリジェント牛舎と呼ばれている。牛の個体管理ができる自動搾乳システムを導入し牛の糞尿をバイオガスプラントに送って発酵させて発電し牛舎の電力を賄っている。さらに発酵が終わって無臭化した液体は有機肥料として 学園内の牧草畑に巻かれて、牛の飼料となる牧草を生産することで、牛ミルク糞尿をエネルギー肥料、牧草牛という環境負荷のない循環を実現している。牛舎とバイオガスプラントを見学に、毎年多くの酪農関係者が訪れる。県美館は、柔道や剣道など閣議系のための4階建てのサークル施設。1階から3階の中心には3つの武道場を備え、 各階には体育系サークル専用部室を配置。洛南学園大学の活発なスポーツ活動を支えている。ロッカールームやシャワー室、洗濯スペースなども完備している。県音館は音楽、演劇サークルの課外活動拠点。部室やライブスペースをはじめ、気兼ねなく練習できる防音室、よさこい騒乱や演劇の練習ができる3つの練習場。 ピアノ練習室等を備えている。男子寮、希望寮と女子寮、清恩寮がある。寮は1年生の時に入寮でき、独特の規則がある。男子寮は4人部屋と1人部屋が、女子寮は4人部屋、2人部屋、1人部屋がある。1人部屋は男子が4年生から女子が3年生から利用できる。寮生の大半が同外出身の学生である、楽農学園大学では、 他の獣医大学同様キャンパス内に付属動物医療センターが設置されている。付属動物医療センターの送信料件数は年間3万1000件以上と非常に多い。犬や猫などの伴侶動物は約1万件で、酪農王国、北海道らしく牛や馬などの大動物は約2万件にも上るのが特徴。この付属動物医療センターは2016年4月に、 臨床獣医学教育研究棟を増築し、医療センターにはコンピュータ断層撮影や各磁気共鳴画像法など最新設備が配置され、獣医学生は幅広い動物診療の実際を体験しながら獣医臨床分野教育と学術研究を実施している。また、診療施設、入院棟、教育研究施設、環境汚染物質、 感染病原体分析監視センター、野生動物医学センターなどからなる建物群の施設規模は日本国内の獣医師養成大学の中で最大規模である。動物診療はもとより動物の疾病予防、健康増進等の指導、獣医師の卒業後教育、地域社会の動物愛護運動の啓発、協力などに積極的に取り組む獣医療の拠点となっている。 酪農学園大学では44の体育会系サークルと31の文化系サークルがあり、大学の特色を生かした馬術部や肉牛研究会、中小家畜研究会、乳牛研究会などがある。体育会系サークル、文化系サークルには物質が与えられていることが多い。毎年7月に大学祭での白樺祭りがある。 各サークルや研究室が屋台などを出している。白樺祭では羊に触れたり、馬と触れ合うことができるが、牛舎などの飼育施設の立ち入りは、衛生面上禁止されている。洛農学園大学の獣医学軍獣医学類は、北海道の私立大学の中で最難関として知られ、一般入試の現役合格率は20から30%で、ある。 大学入試センター試験利用の合格者得点率は85%前後以上を必要とする。その他にも、獣医学軍獣医保健看護学類や管理栄養士コースは人気が高い。獣医学軍計170人獣医学類120人獣医保健看護学類50人農食環境学軍計530人循環農学類240人食と、 健康学類170人、環境強制学類120人、獣医師国家試験合格率は約85%、約95%管理、栄養士国家試験合格率は約97から100%と極めて高い。ありがとうございます。